1745年に製造された大砲、ウラニエに刻まれたジャン・マリッツの息子であるジャン・マリッツ、通与の署名、ジャン・マリッツ、またはヨハン・マリッツは、スイスのベルン州、ブルグドルフ生まれの発明家。フランスに移住し、ストラスブールで王立駐造所の長官となり、大砲製造のための垂直型ドリル装置、水平型ドリル装置を発明した。 彼の発明により、18世紀の大砲製造に革命を起こし、ドバリエールシステムの主たる要素を取った。また後のグリボーバルシステムの開発にも貢献した。垂直型ドリルによる大砲内空の切削。マリッツは1713年に、まず垂直型ドリル装置を発明した。しかしながら、回転するドリルの上に大砲が少しずつ下がってくる垂直型ドリルは、 非常にデリケートで作業時間がかかり、また不正確であった。水平型ドリル装置。18世紀フランスに百科事典よりドバリエール12ポンド法。1736年にマリッツが製造続いて、1734年頃には水平型ドリル装置を開発した。水平型ドリル方式は現在の旋盤と似た形式であり、 重方針自体が回転しドリルは固定されていた。これらの装置は、鋳造された方針にお切除して、方空を作成した。従来、大砲を鋳造する際には、方空に相当する部分も粘土で作成し、その周囲に精度を流し込んでいたが、この方法は不正確で、方空が中心からずれることもあった。このため大砲の性能も低かった。新方式は、 大砲の製造を大きく変えることになった。マリッツ24ポンド砲マリッツ24ポンド砲裏にへ汚染にマリッツの署名がある。1745年ストラスブールで製造マリッツの発明により、砲空は完全にまっすぐになり、また光景を砲弾直径と正確に一致させることができたため発射時のガス漏れがなく、効率が圧倒的に向上した。 父と同じ名前のマリッツの息子も父と共にこの方式の開発に携わり、1755年に大砲製造工場の観察長官となった。マリッツの方式はグリボーバル砲開発の中心技術となった。ありがとうございます。